はい、皆さんこんにちは、トットリキングダムです。今日も元気に生活系やっていきましょう。ということで本日はこちらですね、キリアン・エムバペの最強の作り方やっていきたいと思います。この選手なーに、わかった、スタッチ行ってて、ここに出て頼む頼む、はい、あっち行ってて、見て、おめめを殴った。ねえねえ、今何してる？パパ何もしてない。違う、 YouTube 撮ってるでしょあっち行ってて、こっちも言う。うん、分かったからあっち行ってて。はい、失礼いたしました。ということでこのキリアン・エムバペですね、フランスガチャで出ているエムバペですね、最新のエムバペ、僕はですねサイドのエムバペがもう完全にお役御免になってしまっていましたので、まあ、そのエムバペを食べさせて、ごとつさせていきました。はい、ということで、まあ、しっかりとこの選手、まず先に言っていくとですね、史上最強のフィニッシャーなんじゃないかなと個人的には思っておりますので、しっかりと見ていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、ということでこちらのエムバペ、まずですね、なんといってもやはり圧倒的なシュート数値、ドリブル数値、そしてトラップが高くて、精神力が高くて、スピードが高い、まあもう正直フィニッシャーのここが欲しいというところだけがしっかりと高いというような状況ですね。しかも最新の21-22 シーズンということで、そもそものステータスも前シーズンよりかは400近くアップしているような状態ということで、まあかなり強いと思います。そこにさらにはオフェンス能力全部ダイアップ、パワースピードダイアップ、まあ要はだからオフェンスマスタープラスフィジカルスターがついてるみたいな、でさらには流星でシュートスピードをもう一丁ダイアップするみたいなことで、ちょっとえげつないなというふうに思っております。はい、じゃあ、スキルから見ていきたいと思います。はい、僕はですねランク A のところにプリズマティックトラップを持ってる選手には、S 版のプリズマティックトラップだったり S 版のアグトラっていうのは今まであんまりつけませんでした。なんですけども、このエムバペに関して言うとやっぱりここですよね。フィニッシュマスターでトラップスキル、シュートスキル両方とも特大アップしてるんですよね。これがやっぱりすごく大きい。さらにはエムバペのトラップ数値がかなり大きいというところで、やはりこのエムバペにはですね、まあ、トラップお化けになってもらいたいなというふうに思いました。というところで S のプリズマティックトラップを載せました。はい、なのでプリズマティックトラップがある方は、僕はすごくおすすめしますね。やはり、しっかりと発動してくれます。まあ、ここに特大がついてて、さらには遺跡特訓でも、まあ、この後説明しますけど特大をもう一丁載せるので、さらには S と A 持ちということで、まあ、S の抽選が行われて、まあ、なるべくこれに発動してほしいんですけど、これが漏れてもここが発動するっていうところですね。なので、まあ、本当トラップがすごく強い選手で、トラップした瞬間にしっかりと数値を上げておいてのドリブルですね。はい、ドリブルで、ここもですねやっぱドリブルは絶対かなというふうに思います。まあ、なんなら、トラップがない方にしたらですね、ドリブルを2つ積みしてもいいぐらい、やっぱりエムバペはドリブルが、非常に有効かなというふうに思います。しっかりとトラップ数値を上げたトラップからのドリブルということで、前に敵がいなければ運びますし、敵がいてもしっかりとかわしていく力を持っているのかなというところですね。でリニアドリブルをつけている理由っていうところが、まあ、特に、絶対リニアドリブルが良かったわけじゃありません。インサイシブが余ってればインサイシブにしたんですけど、とかフライハイがあればフライハイにしたんですけども、ちょっと在庫が僕の方でなかったというところで、まあもうここプリズマティックトラップとプリズマティックトラップ S で、めちゃくちゃ相手のディフェンダーを下げていくというところですね。で、ここのトリックシュートも相手のディフェンダーを下げていくというところ、ここにですねもう合わせました。リニアドリブルで、ここも同じくディフェンダーのスタミナを下げる。つまり、まあ、このエムバペはですねどのスキルが発動しても必ず相手のディフェンダーのスタミナを削ってくれるというちょっと仕様に、まあ、もう偏っていったという感じですね。まあ、どのみちやっぱり後半からジョーカー出てきますので、っていう意味では、まあ、前半でしっかりと相手のディフェンダーを破壊しておいてもらいながら点も取れたらいいなというところで、リニアドリブルを選択したという感じ。あとはリニアドリブルはやっぱり一定時間という枕がないのがすごく残念なんですよね。最近出た、グレース何でしたっけ、ピレスの
ピレスのやつもそうなんですよね。リニアドリブルと同じで、これもそうで、これこれグローリードリブル、これも意味不明ですよね。一定時間っていう枕がないのにミッドビルダーのマーク中断をしてどうするんだって思いますけど、ちょっとこの辺は運営さん本当にもう一回ちょっと文章を読み直すというか、もう一度考えてほしいなというふうに思いますね。本当は一定時間付け忘れてるんじゃないかなと思うぐらいの内容なんで、まあここのところちょっと運営さんはもう一度見てもらいたいなとは思いますが、まあ、それと同じようにこのリニアドリブルは一定時間がないので、そこがちょっとネックではありますが、まあ、やはりかわすってなった時にはディフェンダー下げながらタックルパワーをダウンさせながらこっち特大アップなんで、まあ周りにアドリブル余ってたしここでいっとこうかなっていうところですね。なんでなんか綺麗にディフェンスの、スタミナ削りスキルに合わせたっていう感じです。ただもちろんさっきから言ってますけど、インサイシブがあればインサイシブ、フライハイがあればフライハイ、セバーがあったらセバーでもいいのかなというふうに思いますね。まあ、僕セバーは余ってるんですけど、まあ、ちょっとリニアをちょっと見てみたかった。リニアが全然ちゃんと何度も、なんていうんですか、リニアのドリブルを見れてなかったので、まあいい機会なんでここでエムバペにつけてちょっとリニアの動きを見てみようと思ってつけてますが、意外といいですね。意外といいリニアドリブル、なんかリニアモーターカーのリニアだからなのか分かりませんけど、運ぶドリブルとしてのパワーもすごくあって、ただこの文言的には完全にかわす用のドリブルだと思うんですけど、結構発動率も軽くていいなっていうのは個人的には思っています。はい、っていう感じですね。はい、でプリズマティックトラップがない場合はドリブル2つ積みでもいいと思いますし、ドリブルとやっぱロングシュートかなというふうに思いますね、セオリーは。はい、ただまあやっぱトリックシュートとプロディジーレブルーが僕の中では結構ロングシュート場面でも発動してくれてるんで、まあ、そこも複合してるんじゃないかなとなんとなく思っているっていうところもあって、この組み合わせで満足してる感じになりますね。はい、なので、何度も言いますけども、トラップなかったらロングシュートとドリブル、もしくはドリブルドリブルでいいんじゃないかなというふうに思います。はい、で移籍特訓ですけども、まあそんな難しくはないですね。ここがシュートとトラップが特大アップしています。で、もう一つ勝者の嗅覚をつけて、ここと、まあ、ここの発動率を上げる、特にここの発動率を上げていきたいというところで、もう一つはプリズマティックトラップを上げるためにアンタッチャブルという感じですね。なので勝者の嗅覚とアンタッチャブルということです。でリニアドリブルのところは上げていませんが金のアクセサリーを僕はつけるので、そこでまあ発動率が中アップしてるぐらいですかね。はい、まあ、それでも十分発動してくれてるのでいいかなというふうに思います。はい、で続いてトラップじゃなくて、ロングシュートとドリブルだった場合、まあ、この場合は、アンタッチャブルと勝者の嗅覚でいいんじゃないかなというふうに思います。ドリブルだった場合でも、勝者の嗅覚とアンタッチャブルっていうのがベストかなと個人的には思いますね。はい、でアクセサリーはさっきも言ったみたいに、僕は金のアクセサリーで統一して、ドリブル中アップをつけるという感じで、やってます。でもしくはあとは、最近やっぱり強いなと思うのがザグレブですね。ザグレブでシュート中アップをつけるというのもありかなというふうに思っております。はい、っていう感じですね。キリアン・エムバペの作り方っていうところですね。正直今のところ試合感見てると一番破壊力はあるなというのは感じてますね。はい、まあ、トレゼゲも実はごとつしてしっかりと作り込んで作って見てるんですけど、トレゼゲも強いですね。これエムバペトレゼゲの2トップが結構強くて、デキシャン監督はやっぱり攻撃のバフが一切ないので、その一切ないところでのこのエムバペトレゼゲの活躍っていうところを見るとすごくいいなというふうには感じていますね。ただやっぱり、ガルディオネの33万クラスと戦うと、本当このエムバペの1点とかトレゼゲの1点だけでそれを守りきるっていうような戦いになってしまうので、やっぱりそうですね、このデシャンを作っていくならエムバペトレゼゲっていう破壊力はないと、正直要はその攻撃バフがないからこそ厳しいのかなとは思いますね。
はい、まあ、それこそピレスのキーマン特徴、バランのキャプテン特徴、オーウェンのレーン特徴全部乗せて、やっぱりエムバペ、トレゼゲがしっかりと仕事してくれるっていう感じですね。でこれオーウェン抜いてレコバにしたりとか、あと誰だっけ、エトーか、エトーも最近の、戦術別で出たばかりで作ったばかりなのにすごく苦労して作ったのに、まあもうお役御免になってしまってるのがすごく残念ですけど、そうなんですよ、このオーベのところをエトーにした方が数値も伸びますし、エトーの方が破壊力あるんですけど、こぼれた、あ、いいよいいよ、拭いて、いいよ、うん、いいよいいよ、拭けばいいか、タオルで拭いて、ちゃんと謝って偉いじゃん、ごめん、そのタオルは使わないで、こっちこっちこっち、はい、なんだっけ、そうそう、オーウェンのレーン特徴を外しただけでもやっぱりエムバペ、トレゼゲの破壊力がちょっと劣るような気がしていて、まあ、やっぱり攻撃のバフがない分だけキーマン特徴、レーン特徴、キャプテン特徴、この辺をやっぱりガンガンかけてってっていうところはすごく感じてますね。はい、ただまあ一つ言えるのは、対ガルディオネで言うと、まあそれはやっぱりコンタ監督よりデシャンの方が強いかなっていうのを感じてます。あ、そうそうそう、年始か年末に出したところで僕ここの地上の対策指導の説明をちょっと誤っておりました。地上の対策指導の説明でちょっとあれ文言変わったんですよね。それで僕ちょっとごっちゃになって間違ってお伝えしてたんですけど、これこれガルディオネ監督のここだ、地上の戦術対策指導は、戦術得意度が高い時のみですね、高い時のみなので、まあ、そういう意味でこの地上の対策指導ですね、特大ダウンされるんですけど、これがコンタ監督の場合はレベルが4なので特大ダウンされちゃうっていうところ、4割ぐらい減ですかね、されてしまうっていうところですね。まあダウンって出て数字そのまま出てるんで見ればわかるんですけど、それがやっぱりデシャン監督だとないと、コンタ監督これですね、コンタ監督だとこれが、得意とかレベル4なんで地上の戦術対策指導を食らってしまって、せっかくこっちがマウント取れる、戦術有利を取っていてもこれを効果を特大ダウンされちゃうんですよね。でこれがデシャンの場合はつかないんで、それがまあがっつりこっちの方がマウント取れるというところですね。はい、なんでその分だけやっぱデシャン監督の方がまあ使用感は対ガルディオネではいいのかなと思います。ただ問題はやっぱ得点力、やっぱそれでもやっぱ 0-0 で終わってしまうことも多いですし、で至ったのが応援を入れるというところですね。で応援入れてから少し安定しましたね。ただこのレーン特徴が抜けると、そうそう、この応援のレーン特徴も、あれこれこんなにここで話していいのかな、ごめんなさい、これちょっと違うあれでやろうっていうか、そうですね、これはメンバーシップで話すはずの予定だったやつですね。まあいいや。はい、ということで、本日はエムバペの最強の作り方ということでさせていただきました。ピレスもごとつして、トレゼゲもごとつして、で結局クンデとバランももうごとつすることにしました。まだクンデとバランはまだ作りきってないですけど、はい、というところで、あ、そう、カンテももちろんごとつしてますし、この辺の最強シリーズもまた出していきますのでよろしくお願いいたします。ということでこの辺で動画終わりたいと思います。それではまた。